Google マップに様々な名所やエピソードを盛り込んでいくローカルガイドの時間です。まあ、私今ね、Google のこのローカルガイド、すべてレベル10のうちレベル9までこぎつけました。で、4月にね、閲覧数がなんと110万飛んで8245回閲覧されてますんで、なかなかのアクセスですよね。月間アクセス100万回ってのは、さすがアフィリエーターって感じだと思いますけども、まあもはやね、私はもうアフィリエーターっていう地位から、逸脱してですね、まあ単なる貧弱 YouTuber ではあるんですけども、でもね、こうやって Google のローカルガイドとしての活動だけは、未だにね、アクセスが高いんですよね。4月のハイライトということで見てみましょう。投稿件数409。お、私ね、1ヶ月で409件も投稿したんですね。いや、すごいペースですね。なんか我ながら思いますけども。で、獲得したポイントは2227ということなんで、そうですね、74,006っていうポイントから、あとそうですね、5、6ヶ月すると8万ポイントになるのかな。まだまだ道半ばでございます。で、新規の閲覧回数がご覧のように110万飛んで8245回と。なかなか見られてるなってとこですけども、最近投稿した場所ってのが、東京と私の地元、福山になるかなというとこですね。はい、新しいバッジまであと少しでございます。そうなんですよ。最高ランクまであと少しなんですけどもね。でも去年もこんなこと言ってましたね。だから1年かけてもね、やっぱりさすがに1万ポイントは2万ポイントってなかなか稼げないわけなんですよね。で、今月は13週連続で投稿されましたってことですね。なかなか投稿した覚えが私もあります。写真の閲覧数の増加ね、見ていただいた方がすごく増えたということで、この調子で投稿を続けましょうと。はい、ありがとうございます。もっともっと投稿していきます。